お疲れ様です、イブさん。今回もハードでしたね。そうですね、マヤさん。でも、アヤさんの今日のパフォーマンスにはヒヤヒヤさせられちゃいました。そうですね、途中でコードに足を取られて転びそうになったりして、なんとか転ばずに歌い切りましたが、自分も焦りましたよ。みんなお疲れ様。アヤさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと危ないところもありましたが、ナイスでしたよ、アヤさん。ありがとう、マヤちゃん。あれ、そういえば千里ちゃんとひなちゃんは？お二人は用事があるとかで先に帰りました。あ、そっか、ライブの話いろいろしたかったからちょっと残念だな。それで二人は何してたの？自分たちは特に用事もなかったんで、まったりと休憩って感じです。そっか、私もちょっと疲れちゃったし休憩しよっと。はい、一緒にしましょう。ふう、疲れた疲れた。こんな時はマーマレードの曲を聴くに限るな。やっぱりマーマレードの CD は全部持っていたりするんですか？当たり前だよ、今まで出た CD なら全部持ってるよ。筋金入りのファンなんですね。うん。ん？イブちゃんどうかした？あ、すみません、やっぱりアヤさんが笑顔の方が素敵だなって。この間あゆみさんと会った時、いつもよりすごく泣いていたので、私少し心配だったんです。あごめんね、みっともないとこを見せちゃって。謝るようなことはありません、アヤさん。アヤさんは憧れの方に激励されたんです。歓喜を待って泣いてしまうのは当然ですよ。私がもし本物の侍に武士道の何たるかを教えられ、さらに激励でもされたら、絶対に感極まりで号泣してしまいます。イブちゃん。イブさんの言う通りですよ、アヤさん。マヤちゃん、アヤさんの憧れの方というだけあって本当に素晴らしい女性でした。そしてなんというか、アヤさんはあゆみさんに似てるんですよね。私が、あゆみさんに？見た目とかは似てないと思うんですが、雰囲気、オーラとか、なんか似てる気がするんですよ。そういえばそうですね。なんでしょう、あゆさんから溢れ出す気と言いますか。多分、あゆみさんがたくさんのファンを引き寄せたように、あやさんにもそういう人柄の良さがにじみ出てるんだと思います。だから自分たちはあやさんの仲間として今ここにいるんですし。そうです、これからもですよ。まゆちゃん、イブちゃん、ありがとう。私、嬉しいよ。ああ、ここでまた泣かないでくださいよ。泣いちゃダメです、あやさん。そっか、危ない危ない。こういう時は涙なんかじゃなくて笑顔でありがとうだよね。二人ともありがとう。あの時あゆみさんと約束した通り、私はあゆみさんを超えるアイドルになってみせるよ。目をつむると浮かんでくるんだ、あゆみさんの顔とあの時の言葉が。だから私は絶対に諦めない。おお、それでこそアヤさん、研ぎ澄まされた刀のような決意です。でも私一人じゃここまで来れなかった。マヤちゃんがいて、イブちゃんがいて、ひなちゃんがいて、千里ちゃんがいる、みんながいてくれたから私はここまで来れたんだよ。だからさ、パスパレのみんながいればきっと大丈夫だと思うんだ。もちろんです、地の果てでも地獄の底でもお供します。自分もです、あやさん。ひな
さんも千里さんもきっと同じ気持ちですよ。二人ともありがとう。嬉しいよ。結局泣いちゃうんですね。の中のアイドルって感じで、いろんな人に元気を届けてくれる人なんですよ。実は私、そのあゆみさんに憧れてアイドルを目指したんです。あの頃の私はまだ小学生で、テレビでやっていた音楽番組であゆみさんの歌声を聞いて、お世辞にも上手とは言えなかったですけど、それでも笑顔で楽しそうに歌うあゆみさんに一目惚れしちゃいました。それが私のマーマレードとの出会いでした。何度聴いても心がパーッと晴れ渡るような明るい曲や、感情が高ぶるような激しい曲、いろんな曲を聴いて、私はどんどんマーマレードのことが好きになっていったんです。でも何より好きだったのがあゆみさんでした。いつも笑顔で、辛いそぶりなんか見せないで、曲を聴いているみんなに笑いかける、そんなあゆみさんを見て、私もみんなを笑顔にしたいって思うようになったんです。みんなを笑顔にできる、誰かに勇気を与えられる、あゆみさんのようなアイドルになりたいって。それで今私はここにいるんです。出会えたのもあゆみさんに憧れてアイドルを目指したからなんですよ。そんなあゆみさんのマーマレードもこの間の解散ライブをもって解散。なっちゃいます。その解散ライブの後、パスパレのみんなが取り計らってくれて、私あゆみさんに握手してもらったんです。それであゆみさんに激励もされちゃいました。私嬉しくて嬉しくて、恥ずかしいんですけど感激して泣いちゃったんです。だって憧れのアイドルが目の前にいて、私のことを励ましてくれているんですよ。あゆみさんはマーマレードは解散しちゃったけど、私はいつかあゆみさんを超えるアイドルになりたいです。あの日までマーマレードが解散しちゃうのは自分の夢が消えちゃうようなものだって思ってました。でもたとえ解散したとしても、マーマレードは私の記憶の中で永遠に消えないんだって気づかされたんです。だからこそ記憶の中のマーマレードを超える、それが私の目標になったんです。あの時私があゆみさんに憧れを抱いたように、今度は私がみんなに憧れられるような素敵なアイドルに、みんなに夢を与えられる、そんな素敵なアイドルになりたいんです。そのために毎日頑張って練習し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 て、どんな曲だってどんなパフォーマンスだって完璧にこなせるようにならなきゃいけないんです。私一人じゃ無理かもしれないけど、パスパレのみんなとならきっと超えられると思うんです。そう思ってくれてるんですか。ありがとうございます。そう言ってくれるなら私きっと大丈夫な気がします。よし、頑張るぞー。マーマレードをあゆみさんを超えるまで、私絶対に諦めたりなんかしません。